第三代デンマン男爵トマス・デンマンは、イギリスの貴族、政治家。1911年から1914年にかけて、オーストラリア総督を務めた。1874年11月16日に、巡回裁判書記官のリチャード・デンマンとその妻ヘレンの間の息子として、ロンドンに生まれる。父は、初代デンマン男爵、トマス・デンマンの孫にあたる。 サンドハースト王立陸軍士官学校を卒業。1894年8月9日に王子にあたる第二大電満男爵トマス電満ンンの死去により19歳で第三大電満男爵を継承したボーア戦争が勃発すると従軍し、1900年2月3日に帝国用マンリーの注意となった。1902年4月30日に ミドルセックス帝国用マンリーの少佐となる21歳から自由党の貴族院議員となり、1905年から1907年にかけて議員たる自重、1907年から1911年にかけて名誉体験新士体長を務めた。また1909年には貴族院副議長を務めた。1911年から1914年にかけてオーストラリア総督を務めた。 彼は、前任の第二代、ダドリー伯爵ウィリアム・ワードと違い、私は労働者が好きだと語って、アンドリュー・フィッシャー労働党政権と友好的な関係を持つことに努めた。1913年3月12日には、オーストラリア首都特別地域創設のセレモニーを開催した。1913年5月の総選挙で、連邦自由党が勝利して、ジョセフ・クックが政権に就いたが、 上院では労働党が多数を握り続けたため政治は混乱した。デンマンの健康が悪化したこともあって混乱の収拾はできなかった。1914年5月に健康状態などを理由にして辞職した。1914年から1915年にかけて第一次世界大戦に従軍しミドルセックス用マンリーの中佐となった。1919年から1924年に かけては、貴族院自由党幹事長を務めた。1954年6月24日に、サセックスホブで死去。爵位はトマス・レンマンに継承された。1894年8月9日の王子、トマス・レンマンの死去により、以下の爵位を継承した。1904年11月26日、初代カウドレーシャクウィートマン・キアソンの娘、ガートルードと結婚。 彼女との間に以下の西を設けた。ありがとうございます。